おはようございます。こんにちは。こんばんは。ノースアイランドでございます。この番組は北海道をもっと楽しく感じることができる B 級旅バラエティーです。お相手は私、山田大輔と、もう一人この人です。今年の夏こそはパーフェクトボディを手に入れたい海坊主です。お、鍛えるんですか？いや、そういうわけではないんですけども。あれ？やっぱりね、毎年そうなんですけど。はい。まあこのね、まあ、肌の露出も増えてくるようなこの暖かい時期、はい、毎年毎年やっぱりね、いいボディになりたいと思うんですよ。はあ、もうどちらかというとその細マッチョ的な、はい、ゴリマッチョからの細マッチョ、やっぱ細マッチョの憧れはあるんですよ。はい、まあ、あんないい体してたらモテモテだろうなと。はいはい、ボディだけでもモテモテ。でもいいでしょ。いや、モテモテになりたいですよ。いや、もういいでしょ、モテモテでしょ。いや、違います。いや、あなた数年前覚えてます？なんすか、海坊主はモテモテ。いや、覚えてますよ。そんなにやっちゃうから。なんなんすか、なんなんすか。それはだからあなたが勝手に作っただけっていう曲がね、出回ったんだよ。出回っちゃった。誤解する。それあなたが勝手に作ってるだけであって、別に僕が作ってくれって言ったわけではないし、あなたが勝手に作っただけですから。違う、だから戦国交差点ってこのね、はい、番組で企画やってたけど、はい、あれの悪の将軍の氷見代さんも歌ってたでしょ。はい、そうです ね歌ってましたよ。海坊主はエロエロ、はい、何なんすか。何なんすか温度っていう歌があって ねだからそれはだから勝手に話が進んでるだけであって、はい、僕はね、その体をもう一つ見せて、もう海でもう視線を釘付けにするような、はい、もうパーフェクトボディを手に入れたいわけですよ。どうすんの、そんなにモテて。いや、それはね、世の男性だったら一度は思うと思いますよ。モテモテになりたい、はいはい、あなただって思うことあるでしょ、モテモテになりたい。いや、だけどさ、はい、海坊主さんはもうさ、はい、ある程度表になられてるわけであってさ、あれまるで、あなたは今、はい、芸能界的に全体でね、はい、言うと、はい、福山雅治さんが、はい、いや俺もっとモテてえなって言ってるのと同じなんです今。だってそれすごい今今すごいだいぶ地球上の半分のね、女性の人を敵に回しましたよ。そんな例え方ありますか。僕はもう、いや、分かりやすく説明をしようと思って。そんな分かりやすくするにしたってそこを出すか。もう福山さんちの正治さん出しちゃダメですわ。一緒にするなってなりますよ。いやいや、でもさ、いやだからもうモテてる人がそんなこと言ったところでさ、モテてるわけじゃないんですよ。なんなんすかじゃあ。だからそこまたなんなんすかって言いますけど、だからそういうパーフェクトボディを手に入れて、はい、海とか行った時でも視線をもう全て浴びる、うん、それぐらいのパーフェクトボディを手に入れたいんです。うん、どうしたらいいですか。知りませんよ、もう。知りません。そんな、いや、今更手に入れたいと思いません、あなたも。もうなんかね、今更モテたってなっていうのがね、ありますからね。モテに今更も減ったくれもないんですよ。何なんすか、その僕のこそ、これ何なんすか。今更モテるなんて、ちょ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 、何なんすか。昔こういう曲がノーサイランドで流れてた、そんな時代もあるんですよ。そうそう、いや、まさらなんてことないです。まあでも男性である限りはそういうね、はい、まあ、年齢関係なく、はい、そういう気持ちを持つのは大切なのかもしれませんね。はい、かっこ他人事です。そうです。ノースアイランド、さあ新たなロケに向かいます。490回目のノースアイランド、500回の足音が聞こえてまいりました。北海道 B 級旅バラエティノースアイランドをお送りしております。おかげさまでこのノースアイランドはもうすぐ放送通算500回を迎えます。
先週ほんの少しだけ新たなロケ音声をお届けしましたが、はい、私どもは500回記念にふさわしいロケに行ったんですよ、うん、で、まあ、先週までお届けしていたのが企画としては海坊主さん対悪の帝王ひみおさんの戦国無人駅でございました、うん、まあ、そこでもたびたびお話には出てるんですが、北海道には日本一の秘境駅が存在しているということで、秘境駅というのがまずね、どんな駅のことかっていうと、列車以外で到達することが大変困難な駅、それを秘境駅と人は呼ぶんです、うん、でそこが豊浦町にあります JR 室蘭本線の小幌駅と言います。人はそこをキングオブ秘境駅と呼ぶんです。で2011年に、はい、一度そこを訪れました私山田大輔と海坊主さん、はい、まあその時ね思い出したくもないんですけどね、崖からの転落寸前の状況だったり、そうですね、海坊主さんがほら蜂に襲われて、はい、断末魔の叫びを上げるとか、そうですね、まあノースアイランド史上最も過酷なロケと言ってもいいでしょうね、あれね、そうです、間違いない。で500回記念企画、我々は4年ぶりにそのキングオブ秘境駅小幌駅へと向かうんです。でスタート地点の中山峠、早速不穏な雰囲気が、まあ空気が我々を包み込むんでありますけれども、はい、ね、スタートからいろんなことがありますけれども、まだなんか行きたがってないねこの時点でも当たり前じゃないですか。だから基本行きたくないんですよ、うん、何がどうあろうと行きたくないんですよ、まだも減ったくれも気持ちは変わりませんよ、うんなんとかして回避しようと考えてるね、まだね。そうそうそう、もちろんもちろん。どういう展開になっていくんでしょうか。なおこれロケ音声なんですが、都合によりですねノイズがかなりかかってしまっておりますので、かなり聞き取りにくい部分というのがあるかと思います。どうかご了承ください、こんなに聞き取れないんだったらあのもう一回行っちゃおうかって海坊さんには再三言ってるんですけれども、行ってらっしゃいでしか答えてくれないんですよいや僕はあのちゃんともろ手を挙げていってらっしゃいってこう笑顔で送る。やっぱりね2人でノースアイランドっていうところありますから。いやないですよちゃんとあのお弁当も作ってきます、朝一でちゃんとお弁当作って送っていきますから、笑顔でいってらっしゃい。どの夫婦なのそれはそんな感じで送っていきますからどうしても言ってくれないって言うんで、はい、まあ本当申し訳ないんですけど、ノイズかかっている音声をお届けすることとなってしまいます。申し訳ありません、聞き取りにくいと思いますがご了承ください。ではお送りしましょう、どうぞ。ノーススペシャル、ノーススペシャル、山田大輔でございます。海坊主でございます。ノーススペシャル、ノーススペシャル現在の時間は11時もう10分を過ぎた頃ですね。10分を過ぎましたね、はい、現在我々は中山峠の、はい、道の駅におります。どうしたんですかねもう実は動き出しております。はい、今回のロケはノースアイランド放送通算500回記念のメモリアル企画です。2001年インターネットラジオで北海道情報バラエティ番組としてスタートしましたノースアイランド、2004年に海坊主さんを迎えまして B 級旅バラエティとして変貌、数々の伝説を残しておかげさまでついに500回を迎えます。ありがとうございます。ありがとうございます。早速ですが、はい、今回のロケについて発表いたします。珍しいねいきなり。そうですね、あの、うん、一番最初から教えてもらえるっていうのがね、というのはもう前回のノースアイランドの本編でもお伝えしていますからね、はい、大体ね。そうですね、前回のノースアイランドでもお伝えしましたが、500回にふさわしい場所へ行きます。今から4年前、2011年の夏、ノースアイランドは最も過酷なロケを行いました。蜂に追い回され、クマらしき動物がいるかもしれないという影に怯え、首なし観音が祀られている場所での写真には得体の知れないものが写っておりました。極限の状況の中で過ごした3時間、
海坊主さんは断末魔の叫びを上げながらも、うん、命からがら生還したのです。キングオブ秘境駅と呼ばれる場所、そこは JR 室蘭本線の小幌駅、トンネルとトンネルの間に挟まれた場所にあるその駅は急斜面の山と海に囲まれているため、鉄道以外で訪れることは不可能と言われております。当然民家は一軒もありません。我々ノースアイランドは4年ぶりに小幌駅を訪れ、あの時の忘れ物を探しに行くのです。海坊さん、はい、行きましょう。あの最後その忘れ物を探しに行くのですは、はい、まあ、すごいいい言葉ですよ、はい、すごいいい言葉なんですけど、はい、別に僕はあそこに何も忘れてないし、はい、取りに行くものないんで行かなくていいっすか、はい、いやいやいや別に何も忘れてない。いやいやいや何も忘れてないし何も落としてないし。そんなことはございませんよ。何忘れたんですか僕。何落としました。そんなことはございませんよ。ございませんことない。ございませんよ。ございませんことはございません。行けばわかりますよ。行けばわかるさって言っていいのは猪木さんだけです。行けばわかりますよ。それは猪木さんだけですから行けばわかるよって言っていいのは。いや何もわかんない。いやわかんないっていうかないっすよそんなもの。何も落としてない。私何も落としてない。果たして今回4年ぶりどんなことが起こるんでしょうか。キングオブ秘境駅へ再び挑む我々でございます。目の前羊蹄山見えません。雲で隠れてます。天気は曇り。ノースバレー。ちょっと気になる天気予報も出ておりましたが、雷とかね、にわか雨とかね。はい、この後ね。どうしましょうね。挑みます。嫌です。この後、移動しながら、海坊主さんに耳寄りな情報をお届けします。お楽しみに。ノロノノースアイランドニュース。おはようございます。こんにちは、こんばんは。ノースアイランドニュースです。祝500回記念企画として再び小幌駅へ挑む海坊主さんに、ノースアイランドニュース取材班は全力応援。独自の取材により随時耳寄りな情報をお届けします。耳寄りな情報をお届けします。そんなものあるんですか。たくさんございます。あるんだったらいいですけどね。まずはキングオブ秘境駅である小幌駅へ行くにあたり大切なのは装備です。4年前のことを思い返してみましょう。そうですね、まずはクマ対策です。こちら素敵な情報が届いております。はい、どうぞ心してお聞きください。なんだよ。なんだよ急にちょっと上から目線。海坊主さんの味方です。はい、北広島市内のゴルフ場や林道付近で4月6日から5月4日まで計4件熊の足跡が発見されました。市によると例年は夏から秋にかけて出没することが多く、この時期に足跡が見つかるのは珍しいということです。周辺はタケノコなどの山菜に訪れる市民も多いため、市は熊出没注意と記した看板を周辺8カ所に設置、一部の林道を封鎖するなどし入山を控えるよう呼びかけております。登別市のヒグマ学習センターの方は、山菜はクマも大好物、入山する際はクマが逃げるよう笛を吹いたり大きな声を出したりなどしてほしいと話していらっしゃいます。また親子の足跡が見つかったことから、子グマを連れた母グマは特に攻撃的、子グマを見つけたら近くに母グマがいると考え直ちに逃げてと強調しております。以上、海坊さんグッドラックノースアイランドニュースでした。だから僕この話何回もしますけれどもね、はい、僕は、はい、このロケの話が来た時に言ったんですよ、はいはいはい、もう5月とか4月とか、は
もうそうなったら危険なんですよ、このロケは。で、僕も今年の頭ぐらいからずっと言ってます。はい。だからこうなったでしょ、ほら、もう珍しい。珍しいとかって言ってもね、そこは結局、誰も、いや、出発しました。出発してからね、その途中で散々いろいろ聞きますから、もうね帰りたい。こんな早い時期に、あら雪がまだ残ってますね、この辺りで。こんな時期、中山峠 の頂上を越えたあたり、はい、雪がまだ残ってます、はい、たくさんの雪ですね、うん、5月のこのロケ日が5月の20日でありますけれども、はい、雪がまだたくさん残ってるんですね。ただね、天気予報とかもまあまあまあ先ほどもお話しましたけれども、はい、まあ、天気予報とかもね、天気あまり優れなかったりっていうところもあると思うんですよ、うん、はい、そうなってくると、まあ、今回我々の敵っていうのは、まあ、たくさんいると思うんですけども、はい、だからその乗り物すらも危険になってくるわけですよ、うん、乗り物のことも気にしなきゃいけなくなってきますよ。そう、にわか雨やれ、にわか雨、うん、やれ雷、うん、J の R さんに電話をかけなきゃいけない事態になるかもしれない。なんて、すみません、ちょっと電車来ないんですけど。待っても待っても電車が来ないんです。ちょっとおかしいな、1時間2時間予定時刻になっても来ないんですけども、どういうことなんですかね。あ、そうですね、ちょっと雷落ちてちょっと列車止まりましたね、すみませんね、ガチャップってことになってどうするんですか。あのね、分かってもらえないんですよ、あの小幌の危険さっていうのは。だからさっき俺、うん、モサラダニュースで装備について言ってたじゃないですか、はい、ね、笛とか、笛持ってます、今日。いえ、なんで持ってないんですか。なんであなたは今だって、今ニュースで流れてたんで、はい、知りませんでしたよ。笛持ってないとダメじゃないですか。そもそもだって僕ら、はい、昨日このロケの前の日、はい、ロケの前の日に4年前の映像見て、はい、あ、軍手してるねって言ってました。軍手も用意してなかったんですよ。あの
で思い出しまして、だから綱をね、伝って降りなきゃいけなきゃ危ないぐらい急なところがありますから、でその綱を持つには軍手必要だと思って、まあ、軍手必要だったんだな。やばい、どうですかこの景色。であのね、前にこれ行った時も景色は良かったんですよ。日差しがこれ出るとまあ綺麗だね、この春もみじって言うんですよ、まるで紅葉みたいに緑だけじゃなくてオレンジと黄色とかね、色合いが違って見える。前回も行くときすっごい楽しかったんですよ、行く前は。なんか楽しかったんですか。すげー景色も良かったし天気も良かったしね、でも今回は、その最悪だった場所に行くっていうのを分かってるんで、どれだけ天気良くても景色良くても、くすんで見えるんですよ、全部が灰色に見えるんです僕に。その中でどうして楽しくできようか。いいな楽しくなんてできない。楽しみましょうよ、もう行くんだから。行くから楽しめないです。あなたおかしいですよ。行くから楽しくない。黙っちゃっても逃げられないんだもん。だから行くから楽しくないんです。行かなかったら僕すごい楽しいです。日本語わかりますか。行く楽しない。行かない楽しい。OK っていう話になりますから。ここまででございます、収録の、まあ、移動中の特に音声非常に聞き取りにくい部分があったかと思います。お詫び申し上げます。まあこれについてはね、もう一度だからね、収録し直しで一緒に行こうって海坊さんと言ってるんですけども、行ってらっしゃいとしか答えてくれないんですよ。いやだってあの2人合わせてノーサイランドみたいなこと言ってるじゃないですか、はい、僕の Q シート見たら、はい、やっぱ番組タイトル山田大輔ノーサイランド、あ、これ昔のなんですよ。昔のそのままになって、そうそうそう、名残なんで、だからやっぱり、はい、今だまだノーサイランドといえば大輔さんみたいな。何をおっしゃる、僕がノースだったらあなたはアイランドじゃないですか。違います、違います、あの
あなたがノースだったら、あなたもあのアイランドもあなたです。いやいやいや、何おっしゃいますか、海坊主アイランドさん。勝手に名前も変えないですけど、海坊主アイランド、だって別にあなた山田、ノース山田じゃないじゃん。何その海坊主アイランドみたいな。ねえ、そんなことない。いい名前ついてるじゃないですか。ついてないです。勝手につけただけでしょ。ついてないです。ノースアイランドでございますが、熊出没情報が早速出ましたね、はい、そうですね。だから言ってるんですよ、あの5月はもう危ないんですって、うん、あ全部カットされましたけどね、そこね。そうなんですよ、言ってたんですよ、ウボさんが5月は危ないんです。僕再三ね、うん、だからこの話が来た時に、はい、もう頭ですよ、今年の頭とか去年の年末、はい、だからもう行くなら3月か4月、うん、100歩譲って行くなら、うんうん、って言ってんのに、そうそうそう、うん、5月にした、それはもうあなたの落ち度です、うん、あれ言ってたね、なんかもうなんか5月に入山って言ったね。そうそう。なぜするんだと。そうそう、5月に入山はおかしいんですよ、もう。もうあの、ハイシーズンですよ、彼らにとってはもう5月入ったらもうハイシーズンです。そうか。、はい、ダメスも活発、ね、入っていう言葉、景気入党とかだけにしとけって言ってたけども、入山はね、うん、2人での共同作業、入山。ダメだった、それは。それはもう5月は遅いんですよ。ああ、そうなんだ。もうそれはハイシーズンじゃない。ハイシーズンになっちゃう。もう4月。あ、うん、遅くても4月。あ、そうなんだ、はい、あ。ね、天気予報もあんまり良くなくてね。はい、ほんとね、ノースアイランドって、うん、もうずいぶん前から天気には振り回されるんですけれども、はい、今回もまたね、このあといろんなことありますから。いやーほんとね、いやだからいろんなことあったからこそ、はい、もう一回取りに行こうよって言われても行ってらっしゃいなんですよ。まあ笑顔で送り出しますから。お弁当、何、お弁当の具材何に好きですか。何をおっしゃいますか。もうアイランド海坊主さん、ノース大輔さん、何なんですか。勝手に人の名前アイランドつけないでくださいよ。勝手に人の名前にアイランドつけ、著しくダサくなりますね。勝手に人の名前にアイランド海坊主、アイランドつけないで、カタカナでアイランドで海坊主ひらがなっていう、いやダサいです。すごいです。ダサいですね。ダサいです。まあ今後移動中、そしてさらにまあまあ小幌に向かうんですけど、もういろんなことありますし、はい、さらにそしてもう一つ実は大きな企画も含まれておりました。今後もどうぞご期待ください。お相手は私、山田大輔とアイランド海坊主でお送りしました。本当にいいのそれで。ノースアイランド、また来週です。さようなら。